ドレンゾ・フェティータは、アメリカ合衆国の起業家、投資家、慈善活動家、フェティータキャピタル会長、レッドロックリゾート副会長、元 UFC の最高経営責任者。1960年に家族と共に、テキサス州からネバダ州ラスベガスに移住。父親のフランク・フェティータジュニアは移住したラスベガスで、カジノのディーラーとして、スターダストリゾートカジノで働き、後に、 トロピカーナ、サハラ、サーカスサーカスでカジノ部門の管理職を務めた。1976年、フェティータ・ジュニアは、ラスベガスの地元住民や、仕事後のカジノ従業員のニーズにあったカジノがない、ことに着目し、5000平方フィートのカジノ、ザ・カジノを開業。後にビンゴ・パレス、パレス・ステーションと改名した。フェティータ・ジュニアは、1993年に、 引退するまで息子たちとカジノ開発、運営会社のステーションカジノを経営。引退後もベンチャービジネス、コミュニティサービス、事前活動に積極的に取り組み、2009年に死去した際に、ラスベガス市長、オスカー・グッドマンから、ラスベガスの歴史の中で最も成功したビジネスパーソンの一人と称えられた。1987年に、 私立のカトリック系名門校ビショップゴーマン高校を卒業。1991年にサンディエゴ大学で経営学士を取得。1993年にニューヨーク大学の経営大学院、レナード・エノ・スターン・スクールで経営学習士を取得。フェッティータ・エンタープライズで1991年から1993年まで副社長に就任。 1993年6月から2000年7月まで社長と最高経営責任者を兼任。主に不動産と有価証券の投資ポートフォリオ事業を担当した。高校時代から兄のフランク三世と共に父親が創業したステーションカジノで働く。1993年、兄と共にステーションカジノを新規株式公開し2億9400万ドルの 調達に成功。ステーションカジノをカジノ開発、運営会社として新たに立ち上げ、共同創設者及び、主要株主となる。2007年、ステーションカジノを、経営人主導のレバレッジドバイアウトで、株式非公開化。2009年2月2日、リーマンショック後の経営悪化により、破産手続きを宣言。2009年7月28日、 連邦倒産法第11章を申請。2011年6月2億4千万ドルの投資により、フェティータ兄弟が首脳陣に復帰し、ステーションカジノを再編。フェティータ兄弟の主導のもと3つの州で21のカジノ施設を運営、所有するまで成長し、経済指向中の働きがいのある会社ランキングにも選ばれた。二千十五年十月十三日、 持ち株会社レッドロックリゾートを設立し、ステーションカジノを再上場するためフォーム S1 を申請。2016年4月26日、再び株式公開し、5億3140万ドルの調達に成功。2017年1月、レッドロックリゾートの副会長に就任。2001年、総合格闘技プロモーションの UFC を買収するために、 兄のフランク三世と共同で UFC の運営会社ズッファを設立。UFC をセマフォエンターテイメントグループから200万ドルで買収した。自身が UFC の会長兼最高経営責任者に就任するとともに小学生時代からの幼馴染ダナホワイトを社長に任命した。UFC の会長兼最高経営責任者として 全米の各州アスレチックコミッションと接衝を重ね、総合格闘技の統一ルールの確立に尽力。総合格闘技が全米50州のアスレチックコミッションで承認されるようになる。その後 UFC は150カ国以上で、テレビ放送、アンハイザー、ブッシュ、ハーレー・ダビッドソン、バーガー・キング、エレクトロニック・アーツ、アメリカ陸軍等のスポンサー獲得。 世界25カ国以上でフィットネスジムの UFC ジムをフランチャイズ展開するなどの成功を収める。2005年1月、バイアコム参加のスパイクと UFC のテレビ放送契約を締結。2011年8月18日、フォックスと UFC のテレビ放送契約を7年間8億1300万ドルで締結したことを発表。 ニューヨーク州知事アンドリュークオモと協力して、同州での総合格闘技の承認に取り組み、2016年4月14日にクオモ州知事が法律に署名して、総合格闘技が同州で承認されると、2016年11月12日に UFC の大会を開催。大会を開催したマディソンスクエアガーデンでチケット売り上げが1770万ドルに達し、 同会場のチケット売上記録を更新した。2016年7月、スポーツ史上最高額の売却額となる40億2500万ドルで UFC をホームイングへ売却。売却完了後に UFC の最高経営責任者を退任した。2017年5月1日、兄のフランク3世と共に投資会社、フェティータキャピタルを設立。 2016年9月、ネバダ大学ラスベガス校に、フットボール場の建設資金として1000万ドルを寄付。2020年4月、ネバダ州の新型コロナウイルス緊急対策基金に100万ドルを寄付。この他に退役軍人、奨学金制度、農研究、カトリック施設や母校への寄付など多岐にわたる支援を行っている。ありがとうございます。